はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。気まぐれおやじです。本日は十条駅の周辺を探索したいと思いますので、ご視聴よろしくお願いいたします。また最後までご視聴いただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録もしてくれるとまたまたおやじが嬉しいと思います。はい、よろしくお願いします。そうではない。そうです。髪は末広でした。駅前は西口駅前のすごい40何階建てのタワーマンションが建つらしい。すごく開発中。で、やっぱり十条といったら商店街の銀座だと思いますので、こちらを散策したいと思います。すごい目が広くなっちゃってます。まだ16時ということもあって、お客さんは少ないようです。下町、最近アニメ化がしたのがパチンコになるって多いっすよね。昔は商店街と言いつつも商店街とてもという感じです。お餅が安い。398円お餅。おやつのところ。商店街のところに休憩所があるんですね。お年寄りにとってはすごくいいかもしれません。ハイボールおもろすぎ。そう、ここ緑屋、安いんですよ、服が。赤羽に住んでた頃によく来てました。なぜ靴下が3足1000円じゃなくて3足100円とかだから。自動銀座商店街でした。北口さんでここまで来たんで、風神銀座の方も行ってまいりたいと思います。ゴールデンウィークだからですかね。お店閉めちゃってますね。豆腐屋さん、17通りまで出てきてしまったので、またちょっと十条銀座に戻りたいと思います。ゴリラ。動画撮影って難しいっすよね。いいカメラ買えばいいのかって思っちゃうけど、そんな簡単に手出せないっすよね。いいカメラって大きいし、いやジンガル持って GoPro で撮影してるだけでも結構目立つんですけどね。まして一眼でジンガルつけたらもっと目立つんで、豆腐メンタルの私にはなかなかきついです。3Dさ 골든위크라고 일을 사네. 皆さん短くしてお客さん少ないっすね。はい、いらっしゃい。おしゃれな建物だと思ったら薬局だった、カフェだと思ってしまいました。銀座西通り行っています。随分ネパール系、バングラデシュ系が増えましたね。昔はどちらかっていうとそちら系の外人さんって隣の東球場に多かったんですけどね。そういう感じのあ脚本一条銀座西通り終わって一条中通り商店街、あっうまっ、みんなもビッグボード楽そう。すごい混んでる。はこの辺調子いいよ。いつもこれくらい調子がいいとこ嬉しいんだけどな。一番はピザ美味しそうでもやってない。美味しい焼き鳥パン浅草続いてございます。やべえ、ピンマイクが落ちてた。チューニングショップか。うわ、WRX かっこいい。下仕事の間にピンマイクが落ちたことがわからないのが結構悩みですな、これ。街の電気屋さん、いや、お花きれい、ありさいいな。提供体制ですかね。最近ガソリン代が高くてドライブネタやるにもすごい辛いんですよね、正直。ということでお散歩動画は多めです。どっちにしても今ゴールデンウィークなんて中退しますしね。絶対巻き込まれるのも嫌です。駅前ロータリーね、開発中で何も見えません。はい、本気道中上銀座商店街に戻ってきました。おばさんですか。はい。次は東通りに行きたいと思います。居酒屋さんでもテイクアウト OK、わざわざあそこまで行ったことない。この間食いたくなって寿司。アロマチックによく出てきます。今度は中央さんあたりが。結構ここも有名なタイヤさん。東京には演芸場ってここと浅草しかないらしいですね。さすが下町一条。なんかいっぱい並んでる。中央商店街、別名演芸場通り、ここで終わり。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると親父の励みになりますのでよろしくお願いいたします。